写真拡大。開幕ローテ入りを当確させている阪神岩貞祐太投手27が16日の西武戦甲子園に先発する。大腸がんからの復活を目、一軍舞台への返り咲きを目指す背番号94。岩貞は必死にリハビリをしている姿を知っている。原口が戻ってきた時に、そのためには自身の回答が必要不可欠となる。好不調の波をどれだけ抑えるか、悪い時でもいかに抑えるかが鍵と今季のテーマを掲げた。前回登板した日本ハム戦甲子園では4回2安打無失点と好投。西武戦へ向けてまっすぐでファウルを取ることはシーズンでも武器になるので継続していきたいと意気込んだ。同級生への思いを原動力に変え腕を振り続けていく。